チ、いつも動画見てます。好きな食べ物は何ですか？いつも動画を見てくれてありがとう。好きな食べ物は唐揚げだよ。作るのも得意なんだ。やっほー、サチだよ。今日はチェーンさんのお家にね、遊びに来ました。今日遊ぶゲームはこちら、ジェナストーリーですね。お、なんか怪しいね。ジェナが来るっていう看板を持った老人がいたけど、彼のことは無視してね、みんな私の家を探索してくださいとチェーンが言ってくれるので、ちょっと早速ね、探索していきましょう。おー、すごい、なんか結構広いお家だね。2階もすごい広々。いいなー、こんな家に住みたい。セカンドリビングじゃないこれ。階段上がってすぐに、かっこよ。にしても外にいた老人、なんだろう、気になるなー。暇だからなんか遊びたい早速遊びたいって言っちゃう。じゃあかくれんぼしよっか。隠れて30秒以内に私を見つけた人は50ドルもらえるって。やった、やる。というわけで、分かった、トイレにいるんだ。だってなんで分かるの。うんって、おかしくない？早くない？あと1秒で見つかりましたっておかしいでしょよし、フライドポテトを買ってプールで泳ごうって、いや、どういう状況お、フライドポテトだ。あー、フライドポテトとプールは人生で良いものだ。やって、私もちょっと食べちゃおう。もしゃりもしゃり。やばい、フライドポテトに気を取られすぎて話聞いてなかった。なんか大事そうな話してる。説明しましょう。だって、なになに？ジェナはすでにロブロックスにハッキングされていて、乗っ取りたがっている。ほんほん。彼女はすべてのアカウントを禁止しますが。死んだ死んだ死んでる、わからない、早く中に入ろうって。怖いよ、なに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 、恐ろしいんだけど。急に何が起きたの？チェーンはどうしたの？チェーンに何が起きたんだ、わからない。いや、ほんと怖すぎる。ちょっと急に出来事すぎて。バンハンマーに撃たれたことに気づいたんだ、えらい私それを持ってるのはロブロックス管理者だけ。え、つまりジェンナに禁止されたってことか。あ、え、チェーンがジェナにバンハンマーをぶつけられたってこと。うわ、そう、本当だ、ジェナがここにいる。ニュースを待ってくれないか。そう、ジュースになってんじゃん。ニュースで取り上げた隠れ家に行くべきか。追放されたくない、全て失うぞ。それじゃあ選択肢がないんだ、行こう。もうここにはね、ジェナが来てるから逃げるしかないね。もうみんなで車に乗って逃げました。あ、びっくりした、怖い、バンハンマーじゃん。ロブロクシアンさん、私の避難所へようこそ。こんにちは、ここに残ってくれてありがとう。トムさんって方のお家かな。よかった、中に入って場所を教えてあげよう。はーい。あまり大きくはないんだけど安全だよ。だって、お、いいねいいね、安全好き。トイレと保管場所です。あ、ご飯もある、いいね。ここは休憩所です。あ、素晴らしい。なんか変なのがいるジェンナーを倒す方法を計画しています。おー、でもまずは友達に会おう。彼は半分キリン半分ロブロクシアンだって。おー、とにかく寝たいベッドを選びに行こうだって。イエーイ。じゃあ私どこにしようかな。ここにしよう。ゴミの近くだからやめよう。このキリンさんの近くにしようかな綺麗なところで寝て。あれ、寝れない寝れない。あれ、ダメだな、ここ弾かれちゃう。あ、ここもダメだ。あれれれれえ、ここもダメなの、ここもダメなの。ちょっとベッドがない、ベッドがないお腹が空いてるかと思ったら食べ物を持ってきました。全員に1個あります。私はキリンだ、1個だけでは足りないすいませんが食べ物あまり残っていません。追加で必要だ、そうしないと生き残れないぞ。お願い、お腹が空いてるの、食べ物をくれないかいってキリンさんがすごい懇願してる。え、どうする、自分たちの食べ物あげるかっていう選択肢だよね。しょうがないからね、食べ物あげましょう。キリンさんお腹空いてるのかわいそうだ。私ね、今 HP 満タンでお腹いっぱいだし、いいよ、あげるよ。わあ、豆をありがとう。あー、ところでまだ言ってないんだと思うけど、私の名前はシャープナイン。シャープナイン？待って、あなたは管理者ではない？
ああ、ずいぶん前のことだけど、管理者なの。うわ、びっくりした。ジェンナアーミーのお客さんがやってくる。クイックフォローして。って、おー、なになに、ジェンナのアーミーってことは兵隊がやってくるってこと？怖い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 。ちょっと、シャープナイさんの歩き方怖いんだけど。あ、でも地下室に逃げれたね。よしよしよし。ここなら安全かな。この木箱には古い野球のバットが入ってたと思う。おう、みんなに十分な量があるぞ。木箱を開けてみよう。これのことかな。お、開けれる。よいしょ。木箱を開けて開けて、バットを取る。バットバット、取れない、バット取れない。あ、取れた。よいしょ、クリックできた。よし、準備できた。イエーイ、ブンブン。これでジェナが来ても戦えるぞ。よし、やろう。うわー、来てる。ジェナ軍を倒せ。だってタコタコタコやってる。やっつけろやっつけろやっつけろ。なななな、数の暴力だ。あ、やったー、倒したー。イー、それは始まりに過ぎない。だって、だってどういうこと。待って、トムはどこ。トム、あれ、トム、さっき今一緒にいなかった。下に行って彼を見つけてください。はい、地下室に行きましょう。え、トムさん、ちょっと待って、どこ行っちゃったの。あ、やばい、バグハンマーみたいなので死んだ。トムさんが一瞬見えたけど。ソーカス、トップ管理者。サッカス、サッカスって名前か。下は大丈夫かい。全然ダメだ、なんか謎のやつがいるよ。これはジェナのためだ。じゃあ次はこのサッカスさんと戦えばいいのかなって。なんか謎の魔法を使っている。あ、怖い怖い怖い。これボスかな。ちょっと動きが怪しいね。おお、ぐるんぐるんぐるんって回ってるよ。みんな近づいちゃダメだ、多分死んじゃう。あー、やられた。多分これボスパターンだ。痛い、めっちゃ痛い。相手が疲れるのをちょっと待たないとね。近づくな、近づくな。あ、今だ、今ダメだ。あ、いけ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 。今だ、みんなで殴れ。数の暴力で殴って、早く。そこ、休憩してる人いるんですけど。あ、動き出した。逃げろー。危ない、危ない。なんか火の玉みたいなの投げてる。これ、結構やばそうだね。あー、こっち来た、こっち来た。危ない、危ない、危ない、危ない。危ない、危ない、逃げて。強いな。あ、行っちゃダメ、行っちゃダメ。早い、早い、早いって。あー、一人死んだ、また。みんな逃げて。あ、今。叩け。早く。今だ。早く。あー、危ない。逃げてー。開いたー。あー、怖い。火の玉危ないってされて、やばいって。あ、死んだ。嘘でしょ。やばい、あの火の玉もちょっと危険なやつなんだね。危険だよ、みんな逃げて。私は狙われてないからなんとかなってるけど、そろそろかな、そろそろかな、そろそろじゃない、そろそろ来たー。はい、叩く。おー、もうちょっとだ、頑張れよ。来た、サッカス倒した。あいつソーカスになってる。最高の管理者倒しました。思ったより難しくなるだろう。お、ハンマーが落ちてる。これ欲しいな。あ、シャープナインさん、何が起きてるの？どこにいるの？私が管理者だったこのロブロックスはどんなプレイヤーでも追跡できるツールをくれた。え、そうなの？え、すごいじゃん、それ。ビルダーマンを追跡できます。これを修正する方法を知っているはずです。素晴らしい。管理ツールを使って建築士を見つけさせてください。OK、よろしく。ビルダーマン、お、出た。本部の屋根って今出てたね。彼はロブロクシアン本部の屋根にいるらしい。さあ、見つけに行こう。ああ、いけない。建物に何をしたか見て。やば、なんか本社ボロボロになってる。大丈夫？早く屋根までたどり着かないと。見たか？彼の名前は、タキッド・トムだ。タキッド・トムさん、2日前にハッキングされてる。ジェナは開発者だった彼の頃から彼を連れて行った。次は？彼はサンカーブ。この人1時間前にハッキングされてる。彼は昔から僕の親友だったから彼がいなくて寂しい。そして彼女はヘイゼルだ。5時間前にハッキング。顔怖いよ。
彼女は養子縁組センターを経営してたが子供たちを追い出そうとした。みんなハッキングされてちょっとおかしくなっちゃったんだ。基本的には捕まらないように、強いから。わかった。で、30秒以内にビルの中に入る。できるのこれ。ちょっと待って、危ない危ない、それ絶対危ないやつじゃん。見つからないように入れってことでしょ。いけるか。足遅いんだが走れない。あ、ジャンプはできる。走れない。あ、見つかる。怖い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 、無理怖い無理。いける、いけた。みんな早く頑張って。よし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 、オッケーオッケー。もう3人しかいないんだよね、寂しい。おやー、ロフロックスの看板が。あー、おい、痛い置いてってくれ。ビルダーマンを見つけないと。よかった、誰も下敷きになってないみたい。ここにはエレベーターがあるよ。お、本当だ。じゃあエレベーターに乗って、建物がめちゃくちゃになってる。どこにいるんだろう。彼のオフィスが上にあるのは分かってるから探しに行って。オッケー、上にあるのね。他の人に会ったら避けましょう。邪魔はいりません。じゃあ上にあるってことなんで階段登っていきましょうか。トトトトーと登ってって、さあどこだ、この辺とかにいるよ、いないか。うーん、屋根。あ、こっちには行けないな。他に道があるのかな。あ、こっちかな。あ、あったよ、ビルダーマンのお部屋。ほらほら、みんなこっちこっち。よしよしよし、みんなで行こう。彼の部屋は今回破壊された。ビルダーマンの像がボコボコになってる。屋根をチェックしましょうか。うん、分かってる、ついてきて。シャープナインをたどって屋根まで行きましょう。だってシャープナインさんのちょっと走り方気持ち悪いんだよね癖強すぎるんだよな。よしよし、上だね。屋上に行けばいいのかな。はい、あ、ベルだ、ベルダーマンさんだ。彼に何が起きたんだ。わからない、待って、見せて。おお、すごい、地面揺れるなあ、でもよかったね、ビルダーマンさんいて。生きてるかな。うう、ええ、何が起きたの。あ、死んだ、シャープない。え、何、バーンされた。何何何何、何が起こってる今。ジェナ、彼に近づくと死んでしまう。え、マジで、ちょっと待って君たち勇敢だね。ロブロックスヤンをハッキングしましたか。もちろん。見えないのか。でも君たちは勇敢だね。僕がどこにいるか分かったね。お前の時間は終わった。今すぐ止めろ、私を救って。ラスボス感すげえ。そしてジェナが、あ、ジェナが疲れるまで待ちましょうってことなんで。ちょっと、あ、死んだ、一人早速死んじゃんだよ。大丈夫か。あ、なんかハンマー投げてる。危ないハンマーだこれ。ちょっと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 、待て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 、あかんあかんあかん、それあかん、それあかんな、それあかんな、そのハンマーは危険だぞ。ちょっと待ってよ。おい、なにこれ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 、いやいや、岩の上にいればいい。ちょっとそういう問題でもなさそうあ、あ、ちょっと待って、あ、疲れた疲れた、今のうちにノーって言うてる。ジェナって名前の子だよね、この子。あ、待って待って、もう、あ、邪魔だけ。あ、ちょっと待って、びっくりした。謎の念動力で飛ばされた。あ、またこの緑の雨か。これはね、なんかランダムすぎてよくわかんないんだよね。とりあえず動く、動いて逃げよう。で、ハンマーはもうダメだ、これめっちゃ走って逃げなきゃいけない、危険すぎる。おーおー、すごい狙われてる。あの人大丈夫かな。なんかプロっぽいね、全然攻撃食らってないし。あ、あ、危ない危ない、あの人の真似しよう。ジャンプ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 、あー怖い怖い怖い、何この緑。あ、来たか、来たー、よいしょー、おららららら、らいい感じいい感じ、あとちょっとあとちょっと、あ、いたーわわわわわわわ、ちょっと待って、ビルダーマンに触ったら死ぬって書いてなかったっけ。ちょっと危ない、ビルダーマンの近くは危険だ。わわわわ、緑の雨怖いよ。もうちょっとかな、でも。あー、ハンマーも避けて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 。怖いよ。いや
次は緑の炎ね。あっちあっちあっち触れてない私大丈夫これ。あっちちちあっちちちあっちちやだやだ、そろ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 多分攻撃できる。いけ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 、よし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 、最後だ、戦え、うわあ、頑張れ私たち。あ、倒した倒した、すごいセクシーなポーズで倒れてる。わ、ジェナを倒したのか。そうだったと思う。ビルダーマンはどう。そうじゃんそうじゃん、ビルダーマンさん、あ、元気になった。いやまさか何があったんだ。最後に覚えてるのがジェナが私のオフィスに来ている。でもジェナを倒したんだ、今は安全だと思う。やったぜ。途中でたくさんの友達を失いました。え、それね、全員を追放解除してこの混乱を解決するためにできることはありますか。何か使えるものがあるかもしれない。お、戻るボタン出てきた。このリセットボタンはちょうど1週間前に戻ってきます。ほう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 、すごいね。何を持っているんだ。押すんだ。よし、行くぞ。2、1、ポチッとな。うわー、7日前。すべてをね、リセットするボタンを押してジェナが来ることを止めたみたいです。でもこれってさ、また1週間後にジェナが来るってことじゃない？